お疲れちゃんです、ラットです。なんと皆さん8500到達しました。よいしょー。ということで今シーズンねトラゲ頑張ってるんですけど、なんと8号来ました。いや今ね、そうさっき言ったばっかりでテンション上がってます。で8号行っただけでなく最多更新をしました。はい、最多トロね、今これ8号38です。で僕のベストですね、最多トロ8号38と、前までが8号23だったんですよ。そうだから2年ぶりですね。はい、2年前に8500行って、それ以来ね、最多更新できなかったんですけど、2年ぶりの最多更新でございます。ということで、たくさん神試合が生まれたので、そちらちょっと全部ね、はい、お見せしたいと思います。で、使ったデッキは、ま、いろいろ使ったんですけど、最終的に使ってたのはね、ラバです。はい、このラバでね、最終的に上げました。で、途中、このゴブドリとか、ま、ほんとマジでいろいろ使いましたね。何でも使いました。さあ、というわけでマッチング的には、いや、メガナイトコガツとかでもね、ほんと上がってる人がいて、いや、まあ、いろんなデッキますね、今の環境。はい、まあ、マッチングこんな感じかな。でね、いや、マジで全部いい試合ばっかだったんですけど、まあ、ちょいちょいやっぱ負けたりしてますね。あと、この辺はメガラムとか、ラバとか、ほんと交互に使ったり、このクエイクデッキね、はい、変なの使ったりとかしてます。まあ、全部見せたいんですけど、ちょっと一戦だけメガラム紹介します。で、あとは全部ラバ掘り。はい、リプレイにしようかなと思うんですけど、これ対空が僕アチャクイだけのメガラムで、相手がねラバルのファイブヤラメなんですよ。でファイブヤラメで飛んじゃうんですよね、その僕のアチャクイだから。言ったら対空がないようなもんなんですけど、ちょっとこれに勝ったんでちょっと見せたい。でこれ最初ちょっとね駆け引きがあって、さあこの辺からね始まりました。さあお互いフレンドいるんですよ、ウェルカム。そう、有名なラバ使いで、いや対戦したくないなと思いながらの、お互いね当たりたくなかったよなーっていうやつですね。さあ、ということで、まあゴーストとかユーノとか、できるだけ低コストね、流してるって感じかな。なんか今期ね、まあいろんなデッキいるんですよね。で、まあ、ロイホグメガラムが多いかなっていう感じかな。まあ、今でも迫撃とかもちょっと増えてますね。さあ、まあここのインドに対して、多分圧着出しますね。うん。で、これも早いの。秒とかし。まあ、なんですけど、ここね、相手が5やつ買ったんで、エリアと取ってるの分かってるんで、さあ、ゴーストからのラムで攻めます。で、LSP まで追加して、いや、もうワンテンポ遅かったらよかったですけど、ガインと。いや、もうこれダメージ稼いだのは、まあ、でかかったですね。相手の5アナメも、まあ、いいっちゃいいんですけど、まあ、序盤だとね、やっぱエリクサなくなるので、まあ、その瞬間をついて、まあ、一旦ダメージ稼ぐよね、と。まあでもこっからですからね、ラバル組まれて、ね、5ヤード打たれたら終わりじゃんってなるので、じゃそれに対して、さあここね、逆サイ行くと思います。多分ラムまで行きます。行かないな。あ、行ったっすね。そう、これラムまで行くのは、結局、ゴーストでタワー折れないんで、ラムまで行くと、相手は守れないとタワー落ちちゃうんですよね。で、この相手が防衛してる間に、圧着で守りつつ攻めます。はい。ここの攻めるの大事っすね。結局僕の守るのってこれ限界があるので、さあこれ今もね相手の逆サイにゴーストとか流して攻めてます。でもこの時点でもう2-1プランなんですよ。やっぱ1個守るのってこれほぼ不可能なんですよ。まあアチャクイと防衛ライトと防衛ラム雪玉 LSP とか使えばできるかもしれないですけど、まあ、それだとちょっと割に合わないというかね、ちょっと損しちゃうので、もう2-1プランでさ序盤攻めまくって、ここでもうね僕折り切る判断です。これ雪打ってライトまで打って、さあと280、さあこれ折れたら勝ちなんですけど、これが遠いんですよ。さあ280が遠い。さあやばそうな香りもするが、さあできるだけ低コストで回して、さあメガラムね、これ結構回転早いのでゴースト U の LSP 雪1枚で回るんで、さあ回してライトニングで勝利と。まあ綺麗な勝ち方かって言われるとそうでもないんですけど、まあこういう相手にも、序盤でね、両サイぶっぱして、まあ2-1で勝つことができるよっていうので、なんか正面から戦って勝てねえなと思ったら、もう両サイ攻めて、ほんと2-1プランにするのが結構大事っすね。まあそんな感じかな。はい、もうこれちょっと本当になんかたまたま勝ててラッキーだったんでちょっと紹介しました。で、あとはね、まあいろいろ、まあいろいろいるんですけど、迫撃とかこれうまかったと思います、僕。で、まあこのラバー、まあ、いろんな立ち回りがあると思うんで、別に正解がどうとかじゃないんですけど、僕の立ち回りは、ガチ守ります。はい。ガチ陰キャになってください。えぐいっすよ。多分見たら、引くぐらい、ラバ出さないんですよ。そう。なんかラバって、
デッキによってはその初手ラバが強いとかあると思うんですけど、僕の、まあ、このラバの立ち回りはえぐいぐらいラバ出さないです。はい、見てもらえればわかるんですけど、ちょっとそれをね、はい、なんか参考にしてもらえるといいかなと。で、まあ、なんでラバ出さないのっていうので、結局ラバルとラバディガーの違いって一発の火力なんですよね。これラバディガーなんで、ディガーって別にね、ラバプラスディガーでいったところで柳目柵で終わりますし、タワー折るまでのね、やっぱ火力がないんですよ。ラバルだとね、ラバの後ろにバルーンつけてもうね、それだけでほんとタワー折れる破壊力あると思うんですけど、ラバ振りの場合はないので、言っちゃえば 1-0 で勝ちたいんですよね。そう、タワー1個守ってこっちが1個落として勝ちたいんですよ。そうだからマジ 1-0 プランのガチ防衛です。まあ相手が対空言っちゃえばファイボとガゴムレとヤリゴブ、あの3枚しかないんで、まあ相性いいようにも見えるんですけど、意外とこの迫撃の受けだったり、その縦線ディガー縦線とかムート縦線とかの受けがちょっと厄介だったりしますね。よいしょ、ファイボがちょっとね嫌ですよね、僕からしたら。さあ、まあボス的で耐えながら、であの迫撃をちょっとメガゴでね、さあ壊しに行くと。まあこの辺まではまあ普通かもしれないんですけど、多分ねこの辺もめっちゃ守るんですよね。まあここはまあ守ります。で一旦なんか落ち着くんですよ、多分ここかな。そう、ケツラバしたくなると思うんですけど、多分しないんですよね。うん、したら結局逆サイムート縦線とか、あ、これですね、そうされちゃうので、しっかり守っていきます。でウッドクルーか模様でスケキンだけ持って、でホバ出してからのファイボがね、ホバに来るかもしれないので、そのホバには当たらない位置に、まあ離した場所にサスケドラですね。いや、ここでラバ出すのかな、いや自分ってもわかんねえな。でもすごいぐらい僕イモります。さあ出しません。さあメガゴから入って逆サイ警戒をちょっとこうしながら、はい、ここで来たんで、おい、守ります、しっかり守ります。でも縦線痛いでしょ、だからスケキンまで出して、だからまだ僕だって3分、試合始まって3分、ラバの登場回数ゼロです。まあこのねスケキンだからこそ、まあ、ラバを出さずに戦えるっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、別にバルキリーでも言っちゃえば今のところ立ち回りそんな変わんないみたいな。でまあたまにスケキンのスキル使ってねぐらいの感覚かな。さあ、これ一生守ってます。で相手もうまいんですよ、この縦線の受けがきつい時にディガー縦線で攻めてきたりとか。そうそう、まあ相手がうまいからこそ逆にラバを出すチャンスがないっていうのも、まあ、あるかもしれないですね。さあ、いやー、このメガがもったいなかったですね、ぶっちゃけ。スケドラが優秀すぎた。で多分墓石から1回入るんですよね。そう、やばくないですか、もう4分半3分半戦ってラバ出しゼロですね。よいしょ、時間の計算なんか違ったな、さっき。さあ、でここしっかりスケキンで受けていくと、相手もねディガーの位置がちょっとなんか狙ってましたね、竹取り。さあ、初のラバでね、こっからですよ、こっからの立ち回りちょっと見てほしいんですけど、あのラバの後ろにメガゴつけとけば、あとね大抵何もつけなくて大丈夫です。ラバの後ろにメガゴつけてから考えてください。でさあ、あれはまあホバ追加してあげて、でここでディガー行かないんですよね。行ったところで縦線があるんで、言ったらもう相手からしたら美味しいんですよ、ディガー用の縦線みたいなもんなんでね。さあ、ずっと空いたんで縦線ほら使いたくて使いたくて仕方ないと。でここはまあガゴムレも来るでしょっていうので、まあスケドラ追加でファイボ使ったから、まあこのホバも強いのと。さあ、でここでやっとヤリゴブ処理のディガーで、やなめかな、多分縦線で打ちますね。うん、縦線ヤリゴブ結構厄介なので、でまあガゴムレ来るよねの、さあスケドラ追加ということで、もう一回守ってから、もうそっからよ、形組んだら、まあ俺のもんよというか、常に相手の逆サイ攻めてくるのを警戒してますね。ラバトンと出した瞬間、言ったらこっち3コストしかなくて、ブッポされるとやっぱ守れなくなるので、ラバ出しても逆サイ守れるよなっていう状況の時にしかラバを出さないっていうやつですね。まあだから本当にガチ防衛ですね。だから防衛好きな人とか、ちまちました戦いが好きな人にはおすすめかもしれないですね。さあ次、マジアチャトルネですね。そうそうそう、だからなんかしびれ切らしてね、やばいラバ出してっていう方には向いてないデッキかもしれないですけど、
こうなんか一個一個ね、しっかり丁寧に丁寧に丁寧にやりたい人なら、このデッキはいいかもしれないですね。そうそうそう。いやもうラバ出したくなっちゃうんですけどね。もう一生守ります。さあ、ここはね、相手のデッキがね、ゴブドリっていうのも僕はもう分かってますね。これエクリプスって読むのかな。そう、この人ずっとこのデッキ使ってて、このデッキ信者の人ですね。さあ、で、ホバとかもつけて、さあ、プレッシャー与えていくよと。まあ、この、ラバホバとかも強いですけど、その、ラバの代わりのスケキンになるのも強いですね。スケキンディガーとか、スケキンホバとかで戦える。でさ、ここはトルネ警戒で位置ずらしてるんですけど、ここトルネ来たら普通に嫌でしたけどね。さあ、序盤は、イモです。守ります。で、このタルマちょっと嫌だなと思いながら。スケダはちょっともったいないですけどね。でね、このデッキ意外と圧着受けとかきついんですけど、圧着い来たらラバとかで受けたりしますね。さあ、ここはしっかりスケキンでね。で、防衛ディガーも使っていきますね。はい。守ってます。もう守ってるだけです。ですが、簡単に言うと、守ってたら勝てます。はい、それだけです。さすがにそれは調子乗ってる？でも本当に、ずっと守って、負けないようにするんですよ。だって守るだけだったら多分負けないと思うんですよ。一旦はね。で、いつか攻めないといけなくて、それをさせるかどうかっていうので、神タイミングが来るまで守ってます。いやー、ここね、そこそこにアド取ってたんですけど、これは悩みましたね。まあでも捨てましたね。もう一回守ります。これはラバフタ行くのかな？さあ、ホバからの、さあ、ここはラバフタですね。まあ、ユニットいるんでね、相手も攻めるに攻めづらいと。で、ここスケギン行くと思いますね。なんか、潜らせ毒みたいなところはある。で、さ、ディガーで、相手のマジアチャをね、処理したいですね。で、ここのね、攻撃追加。これがちょっと強いです。相手がトルネ使った後っていうのもありますしね。さ、1枚追加して、もう一回これ後ろからですね。さ、メガゴからの、で、メガゴいると、まあ、相手もね、攻めるにめっちゃ攻めづらいんですよ。攻めてきてもカウンターなんで。さ、ここで後ろから形組みながらのさ、ラバフタ。この後ろユニットからのラバフタっていうのを僕はめっちゃやるんすよ。そう。なんかね、あんま見ないというか、結構、いや、めっちゃなんかね、後ろからユニットからラバって、ちょっと特殊かもしれないんですけど、なんか僕、結構でもラバ好きなタイプの人なので、参考にしてもらえればね、いい気もします。さあ、まあ相手ね、マジアチャーエレキだと、ホバとかがやっぱね、絶対辛いんでね。しかも、ホバ無双と。あと、墓石もね、これ、強いっすね。あと、これ、2ヶ月この墓石いんのかっていうぐらい。下方されてもいい気はします。さあ、で、ラバー早めに出して、メガゴと覚悟でね、射抜かれないように。で、ここでもう、あと、守るんですよ。僕、ラバー出してから言ったら、ほんとね、相手のユニットに対して、守ってるだけみたいなのがあるんですけど、守ってたら、さあ、勝てますね。オーケー。気づけば、まあ、ユニットがこう溜まっていくんですよ。メガゴ、ホバ、スケダラとか。そう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 。まあ、丁寧に丁寧に、防衛からですね。ナイス。で、まあ、僕が本当に見てほしいのは、まあ、この上の2個のリプレイなんですけど、この神リプレイがあるんですよ。まあ、このメガナイトコカツ、海外のバカうまい人と、さあ、生命さんですね。さあ、キョスケ割るんで、トロ上げてる人っすね。そう、まあ、柳雨あるんで、相手のガゴ群れはね、全然痛くないんですけど、まあ、キョスケ、ランバーとかの受けが意外とね、厄介だったり、あとはバルーンですね。そう。まあ、単純にバルーンがそんなこう、止まるっちゃ止まるけどなんかね、やっぱランバーいるとね、勢いすごいですから、ランバーバルーンって。そう、ちょっとね、あと攻めもね、見てほしいですね。やっぱ相手も上手い人だからこそ、なんかすごい立ち回りというか、え？本当にそれでいいの？って思うシーンが多分あると思うんですけど、まあ相手が上手いと、やっぱね、立ち回りもこうお互いちょっと変になるんですよね。なんか上手い人たちの試合って、なんかね、上手くないんですよ、逆に。おかしいな、それでも。そう。上手いからこそ、ちょっと変なんですよね、プレイが。まあそれが逆に強いみたいなとこあるんで、そうだって、キョスケランバーとかで攻めてきますからね。普通だったらあんまないじゃないですか。
で僕もこれラバで一気でラバ全然出さないってなんかまああんまなんかおかしいじゃないですか言ったら、まあ、みたいな、まあこっからですね、そう見てもらえればわかるんですけど、さあここはラバ展開していきますね。あんなにしなかったのに、なんでしたんだろう俺。まあまあまあしましたね、なんか気分で。あ、待ってもよかったけどね、相手が動くの。さあまあメガゴあれば守れるやろっていうやつですね。でここで見てほしいんですけど、ステイです。はい、これやばくないですか、これやばくないですか。なぜならスケドラ追加しても巨スケフタでエレキのこの片割れの攻撃、あの2体に攻撃できるじゃないですかエレキって、ダメージ半分で。でスケドラ溶かされるんですよ。でスケドラも無駄、ディガー飛ばしても巨スケで拾われる。何を追加してもこっちがちょっと不利になっちゃうんですよね。そうだからあそこの場面では追加しないが正解なんですよ。そうラバの後衛ってつけるのが当たり前ってなってますけど、それはそのなんかね固定概念というか、そういうそうしなければいけないってこう思ってるだけなんで、つけないが正解なんですよ。さあここもねちょっと見てもらえればわかるんですけど、一回墓石置いてね、ラバ削りです。はい、で相手がファイブを使った、まあ、あと巨助とかすようなメガゴで、これ相手もねディガー来るの警戒してるんですけど、ディガー飛ばさないんですよ。相手の対空マジガゴ群れに嫌で、エレキディガーで飛ばせばいいやんって話なんですけど、うまいとそんなことできないんですよ。ディガーでエレキ処理とかそう簡単にできないんですよね。エレキを絶対延命してくるので。そうだからこそラバ単品でいくんですよ。で残りを手札持っていくと相手も相手で別に攻めれないんですよね。さあでここは逆サイ、僕、まあ、バルーン来るとやっぱ厄介なので早めに高めでね止めます。でバルーン警戒で止めて、でさあ他のユニットでさ守っていくと、だから僕ラバ出して守ってるだけなんですよ。キョスケメガゴで守って、スケドラ墓石で守ってさあ守ってるだけですね。で相手がファイバー使ったからホバ追加して、まあバルーンボーイですけど、でこれ今相手ファイバーも咲いてるのでチャンスって分かってるのでメガゴまで追加して、でディガーここでやっと飛ばしますね。うん、でここまで1回もディガー飛ばしてなかったと思うんですけど、もう戦略的単体ラバです。はい、しっかりこう相手の手札とかそういうの考えてないと、単純にじゃあディガー飛ばして延命されてカウンター来て負けたになっちゃうので、これはちょっとね知っといて損はないかなっていう、まあ、あんま使う場面ないかもですけどね。相手が上手いからこそのラバの攻撃何もつけないですね。さあということで最多更新戦ですね。さあこの人メガナイト系よく使ってますね。もうとりあえず何かのメガナイト使ってます。さあでこれはまあ相手もバカ上手いのでメガナイト枯渇使いの方は参考にした方がいい。うん、で僕は言ったらホバもスケドラも相手からしたらきついんですよ。相手スペルがないんでね、ザップしか。ホバスケドラ無双ができるんですけど、逆にインドラとかを突破できないので、まあ後衛に関しては僕の方が優秀、でも盾を溶かすのに関しては相手はインドもいて、優秀かなっていうので、まあだからラバを出しちゃうと終わっちゃいますよね。ラバ出したら逆サイフルぶっぱされて、ねそれ僕が対応してるとインドラだけで守られてとか、やっぱ小物いるんでね、これも1本取られたら負け覚悟の 1-0 プランですよね。さんでもえぐいぐらい、いやもう守りすぎやろって、もうそんな守るんかって、そんな戦でもええやろっていうぐらい守ります。さあでまあこの辺耐えますね。でこのスケドラ多分出すんですけど、出さなくてもよかったかなっていう気も、まあ、しないこともないですけど、まあ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 守りのね男なんでね僕。さあでもスケボレは墓石ですね。だからメガナイト枯渇だから今上がってるのすごいっすよね。全然見ないですから、だからこれには嫌かな。うん、やっぱ2倍タイム入らないと結局こっちの攻めがラバホバだけとかで、ね、簡単に処理されちゃうっていうのもあって序盤はあんま展開しないです。ガチ防衛です。さあまあ槍とかにはここもうまいんですよ相手。俺矢なめもなくてっていうのバレてるんでディガーまで来てね、まあ、ここはスキキンで回収ですね。
で、ここも見てほしいのが、まあ、やっぱスキギンのスキルとかも使いたくなると思うんですけど、結局これメガナイトで踏まれるし、このコウモリとかも辛いんで、スキルもね、2コスなんでね、スケキン。無理しちゃうと無駄になっちゃうんで。で、これはメガナイトを溶かすようにね、しっかりホバメガが押すけど、固めてね、全溶かしですね、急いで。で、嫌な雨かな。うん。矢がちょっと遅かったですけど。粘りです。粘りです。一生きついです。で、これもうまいな。相手、柳使って、俺がね、今チャンスだってなって、めっちゃ攻めてきてます。ですが、まあ、ダメージ受けるものの、一応カウンターにもなるよねと。で、多分ここで、行かないんですよね。そう、ディガーとかも行かないんですよ。別に有利じゃないの分かってるんでね。で、ここで後ろからですね、結局、ホバとスケドラが相手がきついので、それを貯めれたら俺の勝ちなんですよ。ホバスケドラを。だから、ホバスケドラを一生貯めるまで我慢です。で、ここで、行くのか行かないさ。まだ行かないんですよ。やばくないですか。後ろから、もう一回メガゴスケドラなんですよね。メガゴスケドラホバが強いから。で、ここで、相手のインドがちょっと前にいるんで、ホバで溶かしに行きます。ミリですけどね。で、このラバを無視してからの、ここですね。今だっていう、ホバ助けたら残ってるじゃないですか。さ、で、カウンターですね。初のラバ展開です。でも、ここで、もう僕はね、やりに行きます。まあ、相手が小物しかいないのも分かってるんで、しっかりね、対空後ろ追加してあげて、まあ、相手も上手いっすよね。この後ろから処理で。ですけど、このチラチラしてるね、なんか散らかったやり込み嫌なんで、掃除してあげて、で、ここでスケギンまで行きますね。さあ、スケドラ無双してますね。で、対空追加してあげて、スケギンのスキルかな。おい。で、相手のヤリゴブリンをディガーで多分ね、処理しに行くんですよね。さあ、こうなると、スケギンも刺さって、光栄も残って、ワンパンということで、もう、最初ね、ずっと見るからにきつそうな感じがするんですけど、もう耐えて耐えて耐えて、相手のきついところを狙ってね、ホバつけたらお前きついだろ。じゃあ、ホバつけたら残るタイミングまで待ってやるよっていうので、さあ、粘りがちのラーディです。ということで、まあ、こういう感じで8538いきましたね。まあ、またトロ上げ動画もちょっと撮ろうと思うので、ぜひそちらも皆さん、はい、チェックしてみてください。まあ、ラバ掘りね、すごいちまちました戦い方かもしれないんですけど、まあ、ラバ使う方にはね、ぜひ、はい、参考にしてみてもらえればいいかなと思います。よければチャンネル、高評価もね、はい、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。